はい、今回はね MF ゴーストのお話をしていこうかなと思います。今回フォーカスしたいキャラクターは高橋圭介です。前作であるねイニシャル D においては主要キャラとして登場した高橋兄弟の弟の方なんですけれども、もちろん MF ゴーストにも登場します。そして今回2023年秋アニメとして放送となる MF ゴーストなんですけれども、そちらの公式サイトの方で絵が登場しているのがこちらとなります。いやもうかなり老けましたよね。正直そのイニシャル D に出てる時はどちらかというとちょっとヤンキーというかね、ちょっと不良的な髪型だったりとか雰囲気っていうのがあったんですけれども、どんどんこうドライバーとして進化していく中でここまでねこう貫禄のある人物になったなというのを感じるのがすごい感慨深いですね。ちなみになんですけど声優もね関智一さんが担当するそうで、初代のイニシャル D は関智一さんで、途中のね新劇場版っていうのがあるんですが、そちら中村祐一さんがされたんですよね。再度ねこのファーストの関智一さんが担当するということで、非常にファンとしては嬉しい限りかなと思います。で関さんもコメントを残されているんですけれども、関智一さんが初めてね高橋圭介を演じたのも20代半ばとなっているんですよね。ここに来てまた圭介を預かることになるとはということで、本当にありがたい限りですと、まさにねファンとしても同じことが言いたくなりますよね。圭介がどんな成長を遂げているのか楽しみながら演じたいと思います。皆さんも放送を楽しみにしてくださいねということですね。はい、なんで今回こちら高橋圭介についてちょっと触れていこうかなと思います。ぜひ皆さんのね高橋圭介についてのご意見だったりとか、こういうキャラだったのとか、こういう部分が好きだったなどあればねコメントで教えてください。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。まず初登場時ですね、こちらイニシャル D の方から解説していくんですけれども、群馬県赤城山をホームコースとする走り屋チーム赤城レッドサンズのナンバー2だったんですよね。でその後原作の第2部的なね後半のね最終局面ではプロジェクト D の上りのエースとなっております。まあ、見た目からするとね、髪をツンツンに垂れた金髪というイメージが強いんですけれども、まあ、兄貴って感じですごい声をかけている、凌介をすごいね、尊敬しているという姿が描かれていましたよね。もともと不良だったという経緯があるんですけれども、これについては本編ではね、詳しく語られることはなかったんですが、プロジェクト D の時に、まあ、柄の悪いランエモ集団と戦った時に、悪い奴らを呼んできたってことで、呼んできたのが高橋圭介の昔の射程だったということで、難を逃れるというシーンがあるんですけれども、暴走族を取りまとめていたほどの力を持っているんですよね。まあ凌介とは違うところでしっかりこう人望がある人物ってところがよくわかります。で赤城レッドサンズに登場時は藤原匠に明菜さんでぶっちぎられてから、それからね徐々に成長していくんですけれども、正直これ藤原匠からしても高橋圭介っていうのはそこまで最初は脅威ではなかったんですよね。これよく見ていくと藤原匠っていうのはもともとすごいもう天才的ドライバーなんですけれども、より高橋圭介の方が原石としては素晴らしいものを持っていたと考えることができるんじゃないかなと思います。あとは努力とか走り込みってところも、こう負けん気の強さってところはもう随一なんじゃないかなと思います。プロジェクト D の結成の時にヒルクライムエースの担当したっていうのも、凌介からね間違いなくお前は速くなる、天才的なひらめきを感じると凌介が言われている通り、まさにねこの伸びしろが一番すごかったのっていうのは実は高橋圭介じゃないかなと思います。でこの性格面っていうところもそうなんですけれども、もともと短期でこう喧嘩っ早いこう言動っていうのを目指すところはあったんですけれども、徐々にこう話が進んでいくごとにこうなんか落ち着いてきてる雰囲気もイニシャル D の中ではあります。まあ目上の者とかに接する態度って礼儀正しい部分を見せていましたよね。まあ一番わかりやすいところで言うとパープルシャドウとの戦いの時にジョーちゃんコウちゃんですよね。その時にもしっかりこう頭を下げて礼儀正しくしている姿ってのが見られていて、ほんとこういう人間的な部分としてもだんだん成長しているというのがよくわかります。でそのプロジェクト D の時から、まあ、冷静沈着さとか繊細なテクニック、まあ、ブレーキングに関してもそうなんですけれども、巧みにねこう味方で良かったと言わしめるほどの実力者と進化してるんですよね。あと車に関してもそうなんですけども、これについては最初のテレビ版だったりとか漫画だったりとかいろんなところでこう形は変わってきているんですけれども、最初っていうのはリアスポイラーがすごい空を飛びそうなもの、下品なリアスポと中座とかで言われていたんですが、それがどんどんコンパクトになっていって走りを追求する、このね車にもそういうところが見られているっていうのがすごいいいんですよね。これだけねこうイニシャル D の世界においては最初はね登場時はもう負けキャラだったんですけれども、その後からっていうのはどんどんね自分の努力と走り込みと吸収力をもってしてセンスを磨いていった結果、プロジェクト D のドライバー同士ヒルクライムエースとダウンヒルエース2人がもう拮抗するようになったっていうのもすごいここの見どころの一つかなと思います。まあ、このあたり語れば語るほどねどんどん圭介の魅力っていうのはあるんですけども、では MF ゴーストではどうなっているのかまあ紹介していこうと思います。こちらアニメの方でも簡単には登場してくると思うんですけども、今回ネタバレ簡単に含むのでご注意ください。MF ゴーストの方では自動車のアフターパーツの販売や不動産業を手掛ける、まあ、商社 TK マッハコーポレーションの代表取締役となっております。社長なんですよね。まあ、一応コメントとしてはねこう主人公のカナタを褒めちぎっていた小頭会、まあ、MR2 に乗っていたねロハ坂で藤原匠が戦った人物で、プロジェクト D でも
一度戦っている人物なんですけれども、まあ、褒めすぎとね批判していましたよね。でこの時もケイスケっていうのはカナタに対して露呈していないだけで何か重大な欠点があるはずだと冷静に分析をしているんですよね。そして MFG の出場選手のために公式サイトで公開されているデモ走行ですね、この走行動画のドライバーを務めていて、その参考タイムは時代遅れの黄色の FD3S 型 RX7 に関わらず、ミハイルが更新するまでは誰も破ることができなかったほどの一流のドライビングテクニックを持っております。つまり MF ゴーストの数十年後の世界でもケイスケのドライビングっていうのは全然通用していたと思いますし、あれだけねガソリン車っていうのがもう日常的に使われない中でも FD を使わせたら右に出る者はいなかったという状況がね一貫して最初から最後までつながっているんだなということを感じます。で今回ねもう一つ注目どころなんですけれども、高橋ケイスケの家族構成ですね。まあ、高橋圭介なんですけども、もともと彼女とかもいて、まあ、モテたんですよね。で、その中で途中プロジェクト D の時に出てくる岩瀬京子、まあ、同じ FD 乗りなんですけれども、その FD 乗りの岩瀬京子が出てくるんですけども、まあ、おそらくね、作中の中では一番可愛いんじゃないかなと、まあ、まこちゃんとセールかなっていうところなんですけれども、岩瀬京子が圭介を続婚、まあ、いろんな経緯があって続婚になるんですけれども、結果プロジェクト D が終わるまでは自分はそういうのは考えないということで、まあ、振っているんですよね。でその後どうなったのか全然わからないままニジャルでは完結したんですけれども、今回 MF ゴーストの方では実はねそれをほのめかすコメントがあります。それがですね原作の方なんですけれども、ガキと嫁さん連れてボンの里帰り中だってんのに夜中に山で何やってんだ俺はっていうことを言っております。これ MF ゴーストなんですけれども、つまり子供がいて奥さんがいるんですよね。この事実を知っておい京子じゃないかって多分思われた方たくさんおられると思います。ただこれについては具体的にね明確に振られていないんですけれども、まあそうであってほしいなという感じです。まあ、イニシャル D 時点では21歳だったので、この数十年後となっているので、おそらく40歳前後といったところですかね。まあ、ケイスケの方からもね、こう、岩瀬京子をフルシーンたんですけれども、その時プロジェクト D が終わるまでは誰とも付き合わないと言っているので、プロジェクト D 解散後はもしかしたらね、付き合ってその後結婚されたという可能性、十分あり得るんじゃないかなと思います。まあ、あれほどね、やっぱもう同じ FD 乗りとしてというか、ドライバーとしての理解ができるっていうのは、もう京子しかいないんじゃないかなと個人的には思っております。以上が今回高橋圭介のイニシャル D から MF ゴーストのその間だったりとかその後っていうのをね語っていきました。まあ結婚して子供がいるっていうこともすごい感慨深いですし、もうあの絵を見る限りね貫禄出てるし社長だし、ほんとねもう高橋圭介は凌介と共に過ごした日々を糧にね自分なりのこう道を築いて今現在があるんだなというのを感じております。まあそういうね間のエピソードとかもね語られてくるとめちゃくちゃ面白いなと思うので、今後期待できるかなと思います。ぜひ皆さんの高橋圭介のご意見だったりとか感想等あればコメントをお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。